という、視聴者への配慮です。うぷ主、見苦しいぜ。仕方ない、一人でやるしかないようだ。私はここでうぷ主と見ているから、霊夢、任せたぜ。うん、マリサ、わかった。じゃあ、早速スタート。ん？この一番下にあるのは何？何なの、選べないじゃないの。うぷ主説明しなさい。ああ、これは一度クリアしなければ、選択できない、最強モードですね。さ、最強モード、だと？あまたの弾幕を、くぐり抜けてきた私にふさわしくない？ふさわしいでしょ？うぷ主、1時間以内に、全クリしてこれを選択できるようにしなさい。それから私がやりやすいように、主人公を、強くしておきなさい。ほら、何をしているの？さっさと始めなさい。いや、そんな無茶苦茶な。何？私に逆らうわけ？どんな目に遭うかは今までのゆっくり動画を、見てきてわかるでしょ？死ぬの？死にたいの？はいはい、わかりましたよ。やりますよ。やればいいんでしょ。ゆっくりさん。まったく人使いの荒いゆっくりだ。まんじゅうのくせし。霊夢、そのぐらいにしないとうぷ主が、昇天してしまうぜ。まったくうぷ主も飛んだ茶番劇を、見せてくれたもんだぜ。クリさん、できました。全クリプラス、すべての武器をレベル99にまで上げました。そう、じゃあうぷ主は帰ってよし。待たせたな、視聴者諸君。早速新しい冒険へ、ゴー。ヒーローのキャプテンスターシールドをあっけなく葬ったのはエースハードライト。エースはレギュラーシーズン13連勝。こいつがライバル、かっこ笑いのエースハードライト。うぜえ。メトロポリスから。この白いロボットがクランクです。市長さんからっす。わお、つまりやっぱちょっと待って。市長になったって。そしてこの狐のような動物が主人公のラケットです。あ、メトロポリスってまだ無事。ご挨拶ね。フェニックス号の調子はどうなのかしら。ああ、トイレとかは壊れてるけど船は快調。よかった。ところで悪い知らせがあります。一月前行方不明になったキャプテンスターシールドが痛ましい姿で発見されました。通称トットアル。何があったの。調べたら非合法なコンバットスポーツが浮かんできたわ。名前はドレッドゾーン。主催者はどうやらこの男、グリーマンボックス。こいつがボスである、グリーマンボックス。てか、マリサ、説明いらなくね。うるさい、来たい人もいるはずだぜ。てか、私は、この仕事を奪われたら何をすればいいんだ。ラチェット、あなただって、もしかしたらさら、謎の船が接近中っす。なんだ？なんだ？マックスのラチェットか。ああ、トイレの修理に来たんなら裏から入ってくんない？ということで、トイレ掃除にラチェット一行は向かいました。
マジでノビーモバイ。あ、そうだ。わかっていると思うけど、一応これは最強モードである EX ターミネーターでやっています。そいつらにもギリギリロックをはめておけ。うん、なんだ、どういう状況だ。気分はどうだい、聞こえるかい。君が気絶している間、面白いことしたんだよね。お、面白いこと。この指何本に見えてる。2本に決まってんだろ。ドレッドアイのビジュアルプロセッサーがフィードバックしちゃってるね。ちょっと待ってて。こっちみんな。どうだい。オッケー、じゃあお次はスピーチ機能。こっから出しよう、このバカチン。俺様の尻尾が毛にチクチクしまってかゆいっすか。いけないいけない、アワオ、スイッチが間違って喧嘩モードになっちゃってるよ。アワオ、後で直すよ。じゃあいよいよ変身のテストをやるから、ゴーヤやめてー。ゴーイングコーマンドー。ラッキー。なんかやっていて恥ずかしい。君はドレッドスターバトルスーツで変身したのさ。何のために。そういう夢を見たのさ。その予選コースを時間内にクリアしないと我々みんなおしまいっすよ。オッケーラジェット、システム作動。じゃあ上の段に登ってみて。さて、追っ始めますか。どこだ敵は？どこにいるのかね。こちらからステージのミニマップをスクリーンの右下に転送しているっすけど、わかるっすか？右下のミニマップに表示される3体の敵を探して倒してみるっす。緑？何もしないの？これは何？とりあえず死ね。なんだこれは、このゲーム、舐めてるのか。じゃあ、テレポートパッドから次のブロックに向かうっすよ。なに、ここはどこ？ヒーロー職員よ、ドレッドゾーンへウェルカム。どういたしまして。今日はこれからノーフューチャーね。助けはノン、ぼやきもノン、脱出などはノン。なんだこいつ、ブー大芝か、ブーさんなのか。番組に出演してもらおう。ヒーロー同士が命と命をかけて戦い合う生き残りギガバトル。どうよ。いいんじゃないですか。二つに一つよ。あっという間に墓場行きか。力と知恵とで対戦相手を墓場に送るか。さあ戦うんだヒーロー諸君。楽しませてくれよ。ラチェット、クイックチェンジのサブメニューから。ラチェット、どうにかボックスクリーンの一番上にある経験値バーには、敵を倒すたびに経験値が溜まっていくっすよ。いっぱいになればレベルが上がってナノテックの最大値が増えたりするっす。ラチェット、嬉しいお知らせっす。チャレンジモードではダメージを受けずに敵を倒していくと、ボルトの掛け三角ボタンを押しながら。さっきから気になっていたけど、どうして話を途中でやめるの？まあ、聞いてないけどね。ははは。諸君の首を見たまえ。それはギリギリロックという、壊せもしない、外せもしない。もしも参加者が逃げようとするとロックがギリギリっとしまってとても痛い。そうですか、縛りプレイというやつですね。わかります。やべー、ちょ、電撃プレイはお断りです。焼きまんじゅうはまずいです。食べても美味しくないです。こいつ、ブー大芝、改めジグソー大芝としよう。とんでもないとこ来たー。どうしよう、こいつマジ吉だ。
こいつ時計を見たのか？時計あるか？怖いとこじゃん。こういうとこで勝てば騒がれるんだろうな。手に入るのも富と名声おまけに、にゃはん。にゃはん。甘いっすね。我々は犯罪組織に囚われている身っすよ。寝言を言うのは寝てからにするっす。ヒーロー職員よ、ウェルカム。じゃあ早速アルのところへ行きます。ドレッドゾーンの参加者が快適に暮らせるようにとエブリシングが揃っている。どうか残りの人生。キモい。カット。これ見てくれないかい。君に従うバトルボット。自分はマーシー、こいつはグリーン。ああ、隊長。以前こいつらを使ってたヒーローがし、もういらないみたいでね。というわけで頼りにしてほしいのであります。私の方はそうでもないのであります。グリーン、しっかりしろ。鍛えてやればさ、アップグレードもできるんだよ。その時はボット工房に来てよね。ラジェット、チャレンジモードでは超強力なメガウェポンを買うことができる。本当についてきた。ただし最高レベルまでアップグレードしてないと撃って。いいネグラじゃん。あ、ネグラ？いや、そのすっごい設備だな。ああ、ミッションコントロールルームっすよ。参加者それぞれにはエンジニアがついてサポートすることになってるっす。つまりあのなんとかマンってのにタダでこき使われてるのか。なんとかマンじゃない。また、ヒブスー大芝か。しつこいな。違う。今のメビウスマン、やつの次が。相変わらずテンション高いな。ラチェット、できるだけサポートするっすよ。ありがとう。クランクのサポートで一丁やつらに反撃だ。私でありますか。では。バトルステージに向かいます。メッセの景気すぐに吹っ飛ばされたであります。ほとんどここが初めてであります。はい、ヒーローヒロインの皆様、ボックス航空をご利用いただきサンキューベリーマッチョ。プリズンシャトル内ではひとときの休息をボックスネットワークの機内放送でどうぞお楽しみプリーズ。本当はオラ、ティラノイドじゃないのさ。クソビデオなのでカット。おっと、メビウスマンに近いか。レディースエンジェントルメン、エビサレーター今季4勝目を無残に飾りました。お次の挑戦者は誰だ。ラチェット、知らないな。多分取るに足らないやられキャラでしょうが、ご心配なく。グレイサンダーとハイドロガールが後に控えています。飽きさせないのがドレッドゾーン。おや、入場です。ちっちゃいね。トイレに立ったりしたらその間に終わっちゃいますよ。どうかな。さて、初の死亡者はどいつだ。私が楽にしてあげます。今夜の参加者をご紹介しましょう。ジャチャッチャと終わらせます。大半を牢獄で過ごし、キャンディーと子供が大嫌いなこいつ、ラチェットとティームロンバックス。ロンバックス、ダサい名前こいつよ。じゃあラチェット、てか攻撃食らったか。お前空気読んで死んでんじゃねえよ。そういうのまでいいから。コマンドさ、これバトルボットがダメージで動けないときはいつでも命令できるからね。あのさ、方向キーの下を押せばいつでもバトルボットに集合のコマンドを出せるんだよ。金、金、金が降ってくる。そうい、落ちた。ははは、今のは落ちたらどうなるか知りたかっただけです。で、別にあんたに教えるために落ちたんじゃないんだから、勘違いしないでよ。びっくりさん、ツンデレでごまかしてもダメですよ。
オラオラどうした？そんな攻撃じゃ私どころか部下の二人も倒せないぞ。はい、次。次の攻撃は R2 ボタンか L2 ボタンを押しながらスライド移動をすれば避けやすいっすよ。ドレッドゾーンにはシャフトを回す仕掛けが多いっす。ガラメカを動かしたりバリアを解除したり、でもそれと同時にたくさんの敵が湧いてくることもあるから、くるくる気をつけるっすよ。くる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 。後ろからとか、死ね。ラチェット、周りの状況をスキャンしたら、前方に70ミリ、ストーカー砲台を発見したっす。やばいやつ。ここは、EMP で黙らせます。ゆっくり死ね。素晴らしいっす。トレーニングコースをクリアしたっすね。いろいろ相談があるっすから、テレポートパッドで。まったく、クランクは話が長いぜ。編集でカットしたみたいに思われてしまう。手短に頼むぜ。もちろん、大スターがスケジュールの合間を縫ってきてくれたんだ。そうしよう。どうも、おはようから昼ご飯まででおなじみの、ゆっくりです。今回から、ミッションは、主に惑星で行われます。ということで早速、最初のステージである、カタクロム4へとレッツゴー。それにしてもパート2でやっと本題に入るって、なんか遅くない？前回は茶番をどうしても、ウプ主がやりたいと言ったので、本編を削らなければならなかったんだぜ。ウプ主、自重しろ。でも今回は、レベル99の実力を見せてやるから、安心して見ていってね。アルファチューンをショップで買えるっすよ。楽ちんっすね。ラチェットの最初の目的は分かってるかい、ハニーだ。そう、ルートの最後まで生きてたどり着く。これだけなのさ、単純だろ。いやー、これって絶対自分にも当たってるよね。この調子なら、はい、ラチェットはコマーシャルに引っ張りだろうね、ファニータ。ライダーアンプ、まあ、やつが宣伝する商品、なかなか順調だな。まあ、次もゾンビが出てくるだけだから、サクサク進めると思うぜ。ブリッジを伸ばすには、3つのサブベースを全てゲットしなければならないっす。いや、左を倒したいんですけど、勝手に標準が。ラチェット、シール。ウィーテーデブ、解説は私がやるんだぜ。バトルボットは、基本的に一体が行動して、もう一体はサポートをするんだぜ。そして、サポート側は青いシールドで片方を守るんだぜ。ラチェットをクッキーに例えるなら、どんなクッキーでしょう。ごめんね、ごめんね。やっぱり硬くて獣臭い、毛玉入りクッキーでしょうか。遠くを狙う。おま、自分も黙ってろ。くそ、音消せないぜ。ズームインすれば、遠くの敵でも正確に撃てるっす。あの敵を倒すのに、フュージョンライフルを使ってみたらどうすか？チームロンバックス、なんと地面に埋まった巨大ロボットを登ろうとしています。余計なことを言うと、ボスでは、ライフルより、メガロケットの方が強いので、あまり使わないぜ。それから、ガラメカは、一種類だけだと飽きると思って、できるだけいろいろ使うぜ。ラジェット、ドレッドゾーンの参加規則によれば、レーダー上で敵は赤い点、味方は緑の点、そして光の目標物は青の点で表示されている。体力が上がったようだな。まあ、あまり必要じゃないけどね。ナノテックの最大値も上がっていいこと含めっすよ。ちなみに、知事が言っていたナノテックとは簡単に言うと、体力のことだぜ。もし勝ち残れたら、トレーニングマシーンを買うといいんじゃないですかね。マリサ、この黄色い箱は何？ああ、これはジャックポット箱といって、大量のボルトがゲットできる箱だぜ。
まあ、どうせこれ以上ボルトは持てないけどね。はいはい、お二人さん、よろしく。ラチェット、エリアを広く見たいときは、いつでもマップを広げることができるっす。みんな気づいてると思うけど、私はオモニジュアルバイパーを使います。みんなは何を使ってるの？バルカン、かな？まあ、リバイアさん、というのもいいよね。おう、行き過ぎた。ああ、ちょっと待って、逃げた。あれ？ロックオンしてるのに、弾が取れる。なんで？マジで、当たらねえ。あ、治った。ラケット、向こうに、スイングターゲットオーブを検知したっす。見て、お前隠さけやがって、画面外から狙うな。攻撃ボタンを押し続ければ、スイングショットを自動的に装備して。スイングターゲットなんて、そんなに難しいか？ほら、スイングターゲットは友達、怖くない。金があった。うおう、ボルト数がオールナインのままだ。なんてこった。で、おい。霊夢、欲しがりすぎだぜ。今のはかなりわざとっぽかった。マリサ、今のは本当に手が滑ったんだ。というより、このコントローラーが、悪いのよ。皆さん、なんとラチェットが、ランドストーカーを発見してしまいました。よし、マイナクリアー。ランドストーカーは全地形対応型の破壊兵器で、待ちに待ったエアコン、合わせてドリンクホルダーに、でもマシンガンとプラズマモーターランチャーを装備しています。番組の途中ですが、ここで臨時アンケートを行います。ご協力ください。アンケートの内容は次回からのプレイ方法です。個人的にこのままだと何の面白みのない動画になってしまうと思ったので、皆さんの意見を今後に反映させようと思います。では早速、次回はどのようにしたいか選んで投票してください。まず、何らかの縛りプレイです。これで少しはハラハラできるかもしれないぜ。2番目は、そんなの辛いだろうからいいよという、うぷ主思いの選択肢。そして最後に、こんなのはどうだろうという意見がある人はお願いします。それではスタート。おお、なぜか2番が多い気がするぜ。え、なんかおかしいって？何が？おっと、それでは時間切れだぜ。みんなありがとな。じゃ、結果はお楽しみということで、続きをお楽しみください。さて、サンデードライバーのティームロンバックス、見事乗りこなせるのか？ラチェット、あのオーブを壊すにはランドストーカーのモーターランチャーを使うっすよ。このステージは特に難しいところはありません。なので、少し敵を無視しながら進めます。やっぱー、この爽快感は乗り物の特権ですね。ラウンドストーカーはエネルギーのチャージが決め手です。できるだけタイムロスがないようにチャージしましょう。それを心がければ、あとは避けてからスイッチ、 L ボタンを長押しして、スイッチ、目標をセンターに入れて、スイッチです。ラチェットにも愛されるニックネームが必要ですね。ラチェット、ラケット、ソケット、マペット、何がいいですかね。ラチェットはランドストーカーに乗って暴れ放題です。ああ、壊した建物の請求書はどこに送られるんでしょう。はい、クリアです。少しダメージを食らったのはこちらの手際です。サーテン、このミッションはシールドで囲んで籠城作戦が有効だぜ、霊夢。
そ、完成する前に突破された。やべえ、体力がもう半分だ。体力が多いとはいえさすがターミネーターモードだけあるな。バトルボットはさ、ダメージを受けた時に攻撃パワーとして貯めるシステムを持ってるんだよ。もしフルに溜まったらスペシャルアタックを使えるのさ。うお、上か。ラチェットはあのバトルスーツでどうやってトイレに入るんでしょう。カーグイン、あのゾンビとお前の母ちゃんどっちが美人であるかな。爆発、心が現れますね。なんとかクリアです。序盤に遊びすぎた。ダメかと思ってたっす。さて、次は乗り物第2弾だぜ。このミッションは、赤い円の中を、制限時間内に通ることができれば、クリアだぜ。でも、突入すると、このモードでは、取り戻すことは非難の技だぜ。ああ、行ったそばから。うるさい、マリサが隣でごちゃごちゃ喋っているから、気が散るんだ。自作用アナさん、ありがとう。気を取り直して、これでクリアするよってやフラフラしすぎはロタ。なんか、見てるこっちまで、体が傾くぜ。マリオカートって、最初にやった時は自分でも驚くほど、体が傾くよね。死んでやんよー。はぁ、しょべー。ということで、本気出します。あまりに難しすぎたり、もしくはちょっと練習したいなーなんて思ったなら、ゲームをロードするときに難易度を変えることもできるんですよ。うるせえ、クランク、お前も私を見下すのか。悪の数軸であるお前の言葉には我々は屈しない。よし、第一関門突破。戦うのが嫌いだからこそ、人はドレッドゾーンでストレスを解消するのです。やべえ、手が震える、汗で滑る。あー、時間が減っていく。さあ、ざまあ、フランク、やってやったぜ。あー、まさかここまで下手とは思わなかった。ラウンドストーカー、再びです。これは制限時間内に、スコアにある人数だけ、敵を倒せば、クリアです。難しいところは、敵がたまにスコア人数分現れずに、時間が来てしまうところです。なので、敵を逃さないようにちまちまと敵を倒していきます。バトルボットがやられても、修理コマンドを命令すれば、自分で生き返ることができるっすよ。昔、二人のヒーローがおやつの奪い合いで喧嘩をしたことに端を発しています。乗り物でビークルパッドの上を通るとダメージが回復するっすよ。敵がいねえ、時間がねえ、痛ーしねえ。
次は、三つの建物を爆破する、ミッションだぜ。ドレッドゾーンの人気チャレンジ。爆弾は、バトルボットにつけてもらいます。三つのゾーンを破壊しなければなりません。このミッションは、いずれはクリアできるので、とても簡単です。特に緊張することもありません。食欲が湧いてきますね。バイバーが玉切れです。敵の攻撃は R2 ボタンか L2 ボタンを押しながらスライド移動をすれば避けやすいっすよ。これを壊せば終わりです。クリア。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。どうも、おはようから晩ご飯までで、おなじみのゆっくりです。今回はパート3、ということで惑星サラトスへ向かいます。あ、そうそう、今回のプレイ方式ですが、とりあえず普通にやります。え、なんでかって？そんなのこの動画はすでに録画してたぞ。そんな手抜きするわけないじゃないですか。ちゃんとみんなの意見を聞いてから制作しましたよ。まあ、特殊なプレイをするほど上手くもないからどうせ同じだけどな。ファンの皆さん、ドレッドゾーンへウェルカムバーチュ。本日はティームロンバックスがサラトスのエイリアン地帯に挑みます。彼らの使命はこの地にうごめく怪物キングリバイアさんを見事倒すことです。まずはそこまでたどり着けるかどうか。今回のステージではリヴァイアさんという敵が出てきます。他の雑魚に比べて強いのでメガロケットを多用することになりそうです。おお、早速2匹来ましたね。でもメガロケットさえ使えばこの通り2発ほどで灰にできます。やっぱり序盤ということもあってとてもサクサク進めますね。ってってて、そういえば私はマリオカートでは必ずデッデユを使うのですが、何が一番人気なんですかね。デッデユ？それとも、キノピオ？まあ、バーもよく使いますかね。それでも一つだけ言えることがある。マリオ兄弟は使えねえということです。全くあいつら何なんだよ。中堅って、バランス型と見せかけて、偏差値が45くらいのバランスで嫌がる。おや？ロンバックスが何か卑怯なことをやっているんでしょうか。ここと言っても、右上を見たらどうでもいいけどね。ははは、このゲーム、弾薬はほとんど落ちているからショップで買う必要がほとんどないんだよね。それに加えて、ダメージを受けなければ、ゲットするボルトがどんどん倍になっていく仕組みときやがる。こんだけの金があれば、ドラクエの最初に竹の槍や銅の剣なんてチンケなものを買わなくて済む。とは言っても、子供でも武器屋で武器を買えるなんて、なんかすごいよね。あの世界では武器を買うことは、駄菓子屋で奮発してうまい棒を10本まとまりで買うようなものなのかな？って、何の話をしているんだー。あ、そっか、マリオカートの続きでしたね。私はあのゲームでどうしても、許せないことがあるのです。最終ラップでいいのですっていうが、あと
の10メートルほどで合流するという時に、後ろから重量級であるドンキーアッパーに追い越されてしまうことがある、ということです。やったことがある人なら必ず経験があるはずです。こっちは A ボタンを押してただまっすぐ走っているだけなのに、なぜ奴らの方が速いんだ。確かに多少の能力の上下がないと面白くないけど、最終ラップの GP は異常です。そんなに勝ちたいんか。まだ未熟者であった時、あのシステムに何度泣かされたことか、0.1 秒でも負けなんて、くそ、ふざけんな。何さっそうと俺の横を通り過ぎてんだよデブ。取り乱してすみませんでした。とかなんとか言ってる間にセカンドステージです。ここはプーマバニーまでたどり着けばクリアとなります。頼みのメガロケットの弾薬が、まだ始まったばっかりなのに、仕方ない。デュアルバイパーとマグマが浮かんで進めるしかないようだ。この動物をのさばらせておくと危険だわ。捕まえて処分しないと。おう、リバイアさんセールがあったか。確かにリバイアさん相手にリバイアさんセールを使わないとは、宝の持ち腐れってやつだな。それに、これかなり強いしね。てか、いつの間にか弾薬を拾っていたのか。でも、あと一発しかない。偏った武器の使い方は後々響くことがあるから、みんなも注意をしてね。連続スイングっす。うひぅ、見てられないっす。バカリボット、本当によく死ぬな。置いていくも何もお前らが勝手に浮いてきているだけじゃねえか。とはいえ結構役に立つんだから頑張って食いてきなさいよね。で、別にあんたのことを気遣ってるんじゃないんだから勘違いしないでよ。ここまで来たらあとはハッキングをすればクリアです。終わるまでちょっと待ちましょう。おわ、輸送室来た。クソが、壁の裏に隠れんな。おう、やっと終わったか。じゃあ、奴らは仕方一つ見落としましょう。隊長、錆びつく前にこの沼を脱出するでありますよ。本日一発目の乗り物ミッションです。バギーのミッションは特に難しくないので、少し強引に行きます。時計、そこ時計。そこのけそこのけバギーが通る。やっと多い。そこだけ。僕は死にませんごっこやってんじゃねえよ。ほら、子供は道路で遊んでちゃダメでしょ。一つ目のシャットです。ちょっと降りましょう。ロンマックス、あと2つのサブベースをゲットしなければなりません。この調子で残りを終わらせます。隊長、ミディアンモンキーの草の方がここよりはるかにマシでありますな。おっと、かなり暑くなります。かなり運転になってる。マジ暑くない？右上になんか視線を感じる。まあ、気のせいか。ラチェット、よし、これで残すところ2つとなりました。サブベースをあと1つゲットするんだ。もう1個ジャックポット箱に行って、全て回したぞ。
ってあれ、どうして問題出ないの。おいおい、風魔に傷つけないでくれよ。ビンゴの景品にするんだからさ。おめえ働けよ、ボケっとしてんじゃねえ。あれ、シャットのコマンドが現れない。働け、ストライクか。アットで消した。てかもう一匹はどこ行ったんだ。失踪中か。ない。よっしゃ、今度こそクリアしたようだ。ステージ3の条件を満たした。危ねえじゃねえか。さてどうなるんだい、パリータ。ティームロンバックスにはキングリバイアさんの住処へ向かう片道切符と豪華お食事券、並びに副賞としてリバイアさんの胃の中で消化される権利が渡されます。いよいよ最後の決戦ですが、その前にティームロンバックスは全てのオーブをハックしてリバイアさんを目覚めさせなければなりません。このミッションは敵がわんさか出てくるので、オーダインに任せておきましょう。オーダインさえ巻き終わればあとは巻きゲーです。僕が隣にいるのは緊張の原因だってこと。可愛いとこあるじゃない。違うわ、ダラスが原因なのに。砲台が強すぎるため私が攻撃する前に敵が死にます。ぶったっておくのもなんなので4倍速でお送りします。はい、ハッキング完了。キングリバイアさんの登場です。砲台頑張れー。よえー、4発しか撃ってないんですけど、まあ、いっか。ということで惑星サラトスのメインミッションはこれで完了です。ラジェット、うわあ、またバイクで行きやがった。まだトラウマから抜け出せてないのに。くそー、やってやんよー。アドレナリンをドバドバ出しまくれ。ホバーバイクでーす。チェックポイントを駆け抜けてエクストラタイムをゲットせよ。ジェントルメン、スタートユアエンジン。くそが、爆弾の配置が嫌らしすぎる。進行方向によくなし。でも、このままいけるんじゃねえ。ちょっと食らいすぎだが到着できれば関係ない。いけるか。ざわ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 。ここで失敗した。ごめんね、次はちゃんとするから。よし、テイク2。くそ、ゴムが邪魔すぎる。だがここまではほぼ順調。見たか、華麗なる回避術。かつこの運の良さがあればいける。あー、体力がお渡し気状態だ。やべえ、危ねえ。ブレシ、うはっ。今度こそ、テイク3。 お、ここまで奇跡のノーダメージ。なんかいけそうな気がする。ざわ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 。ということでそろそろ本気出します。お待たせしました、これが完全版です。どう、うまいでしょねえ。わあ、クソが、こい、再チャレンジします。
よし、ここら辺まではだいぶ慣れたこともあり無傷でいけた。またもや神回避きた。おわっ、危ねえ。あばばばば、ケツがつかりそうだった。記録更新です。ここからは道の世界です。なんだこの光は。やっとバイクミッションできた。はい、この惑星最後のミッションです。乗り物第3弾ですね。しかしリヴァイアさんのスコア人数分倒すだけなので簡単です。それにしても順調だな。さっきの下手さ具合とは大違いだぜ。うるせえ、バイクはなぜかうまく操縦できないんだ。でもそれ以外の乗り物は完璧だから、そこでゆっくりお茶でも飲んでおいてね。もしラチェットがここから復活できたら、僕の髪の毛を全部剃っちゃってもいいよ。でも剃らなくても簡単に取り外せるんじゃない。失礼な、パンツ丸見えのくせに。これはカツラじゃないの。ほら引っ張ってごらんよ。最近のカツラテクノロジーって驚きね。てっ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 て、あー余裕だってってて、もうすぐ終わりそうだってってて。そのランドストーカーマニュアルオートマ、ほらほら、おじちゃんは忙しいんだから早くこっちにおいで。悪いようにはしないから、ゆっくり死んでいってね。どういうことでしょう。よっしゃー、ごたごたしたけどステージクリアしました。ラチェットのランキングが上昇し、今やムスタチオとエルストラスラーナとメイルバックを抜き去ったのです。では今回はここまで。次は惑星クロノスからお伝えします。それでは、ご視聴ありがとうございました。どうも、空き缶だって食べちゃうぞ。でおなじみのゆっくりです。今回は、惑星クロノスミッションです。個人的に好きな惑星ベスト3に入っている惑星なので、頑張りたいと思います。何を頑張るのかというと、今回はノーダメージでクリアします。でも、プラスアルファ編のオーバーシップは、ちょっと難しく。断念しました。すみません、組み合ったら本気出します。目標は侵入者ラチェット並びにティームロンバックスなのであります。ティームロンバックスはダーク大教会にたどり着くことができるのか。いや、たどり着くのは簡単でも、そこにはシェルショックが待ち受けています。それではいよいよ作戦開始なのであります。それでは行動開始。この惑星から砲台が至るところに設置されるようになるため、とても便利です。砲台に乗っているときは乗り物と同じように、自分はダメージを受けません。そのため有効に活用することが大切です。でも、このレベルになると、無双シップを倒すのに、すごく時間がかかってしまいます。そのため、攻撃してこないシップは、無理に倒そうとしない方がいいかもしれません。霧どもが壁に隠れて攻撃が当たらねえ。無双シップから敵がすでに出ているときは、シップは諦めた方がいいです。
このステージはやたらとチップが出てくるので、さっさと破壊しましょう。そうすれば敵を一体も出さずに済みます。ほらね。ちなみに、この青い壁はシールドになっていて、敵の攻撃を防ぐことができます。私がこのステージが好きな理由は、このようにハイテクな仕掛けがたくさんあるからです。それから、この薄暗い感じも大好きです。ノーダメージで進めないといけないので少し緊張しています。でも、身長拡大弾という言葉のように攻めていかないと、意外なところで攻撃を受けてしまいます。いざやってみると、クリアをすること自体はとても簡単なゲームですが、ノーダメージとなると、緊張します。ドキドキ、ドキドキ。なんか、仲良し4人ぶりがトロップ出てきた。ゆっくり死んでいってね。今のを見て思い出したけど、最近では運動会で手をつないでゴールをするって話ですが、本当なんですか？実際にはそのような運動会は見たことがないので、こんなことを言う資格はないのですが、私の勝手な意見としては、手をつないでゴールとか、ふざけているのか、って思います。第一、徒競走なんだから、競争しないと意味がないんじゃないのか？しかも、みんな笑いながら人間とゴールしやがるし、今の世の中はどうかしてる。私自身足は決して速くなく、運動会なくならないかなと思っていた方でした。でもその私でさえ、これはあんまりだと感じます。皆さんはこのお話についてどう思いますか？ちょっと熱くなりすぎました。すみません。それから、平等の方がいいという人が聞いてたらごめんなさい。とかなんとか言っていたら一つ目のミッションクリアです。もちろんノーダメージですね。どうやらこの境界に光を2つ当てると、ドアが開くらしいです。それでは始まって最初の中ボス、シェルショックとのバトルです。今回は、今まで封印していたナンバーゼロ、ここではナッシング、を使いたいと思います。このガラメカは強すぎるためあまり使いたくないのですが、ここで使わないと皆さんにお披露目する場所がないため使います。では、ナンバーゼロによるフルボッコ劇場をご覧ください。なんと、喋り終わる前に焦点なさってしまいました。強すぎですね。はははは。あ、言い忘れていたけど、今回の主人公は、バーモンです。え、知らない？あの圧巻だって食べちゃうぞで有名な、バーモンですよ。ラケットの方がいいって？まあ、そんなこと言わずにバーノンの入試を見てくださいな。なんてまだ一度もダメージを食らってないんですよ。ラケットより強いことは確かです。後々ムービーで登場すると思うので、今後とも生温かい目で見てやってください。それでは3つ目のミッションスタート。ここから惑星クロノス名物、ブラインドレイルの登場です。これがブラインドレイルで、途中にあるこのアンブレラ社のマークみたいな輪っかは、爆弾です。ぶつかると即ダメージなので、ジャンプで避けましょう。まあ、泣きに等しいトラップですがね。それよりここでは銃を撃ってくる敵ロボットが厄介です。特にこの2匹のうざさは半端じゃないです。なぜなら倒しても倒しても出続けて。倒し損ねるとかなりの間増えてきて撃ってきます。私も小学生の頃、強者校的なうざい友達、A がいまして、私はあまりうるさいのが好きではないため、この A と遊びたくないわけです。するとある日、その A が、ねえねえお家に遊びに行ってもいい？と聞いてくるではありませんか。私は先ほども言ったようにこの A と遊びたくないのです。そしてまだこの A は私の家の場所を知りません。もしここで A が知れてしまいますと、
今後家に毎日のように絵が来ることが子供ながら目に見えていました。しかし気の弱い性格なのではっきりとノーと言えず、とうとう学校が終わりました。私は忘れていたことにするためそそくさと家に向かい教室を出ました。私は教室を一番にかつ焦らず極自然に出ていきました。よし、絵を巻いたぞ。これでゆっくり帰ることができる。そしていつもの放課後が遅れると私は上履きを履き替えながら思っていました。そして校門に差し掛かったとき、誰かが私の名を呼ぶではありませんか。と振り返ってみるとそこには A の姿が。この後のことはご想像にお任せします。とりあえず簡単に言うと、毎日自宅に訪問販売か宗教の不況に誰かが来るような感じになりました。おかげで自宅は羅生門と化しました。めでたしめでたし。はい、じゃあ次のステージですね。たまにはライフルを使ってうまく敵を倒しておくことも大切です。でもこのゲームの性質上、敵は近づいて初めて登場するパターンがほとんどなので、めったにスナイプする場面がありません。そのため敵が出てきたら瞬殺することがやはり大切です。いいよね。はい、輸送ジェット来ました。メガロケットで瞬殺します。マグマバルカンで瞬殺します。メガロケットで瞬殺。うわ、砲台取られてる。お前のものは俺のものだよね。ごらかしてごらん。ここから3つ続けて2個ジップが来るので素早く対処しましょう。よし、とりあえず終わり。最後にハッキングすればこのミッションは終了です。ゆっくり見ていってね。来ました。チャレンジクリアです。次はシェルショック再び。今回もナンバーゼロで葬ります。と言いたいところですが、シェルショックが弱すぎるため尺が短すぎて余るとの指摘を受けたため自重しておきます。シェルショックさん、喋っているとは余裕だな。シェルショックさん、待ってください。またシェルに終わる前に消灯しますよ。あ、そうですか、すみません。じゃあ帰ります。素直だなシェルショック。バイキンマン並みだぜ。後ろから何か聞こえますが、まあ関係ないね。次はグラインドレールを使って教会入り口に戻るミッションです。ストーカー砲台来た。ひらりひらり、なんかいい感じに足元打ってきたね。ルパンとかを見てても敵って足元ばっか打ってくるよね。しかもルパンだけって両足を交互に上げ下げしているだけで当たらないとか、すごすぎる。その前に敵がなぜもう少し上に銃を向けないのかが気になる。誰か教えてください。アルムのおじさんでも結構です。この余地はないでありますけどね。今さら高所恐怖症だなんて言えないであるな。私も高所恐怖症なので、別にいいですよ。わかります。小さい時に、九州の越県にあるエッタワーに行ったことがあるのですが、めっちゃ怖かった。何が怖いって手すりとか床とかがいきなり壊れるんじゃないかって、恐怖に襲われることです。まず、手すりは信用しません。
次にイカが抜けても少し高さを抑えるために恥ずかしくない程度にかがみます。意味がないと分かっててもやってしまうんです。そのせいであまり街並みを見ることができませんでした。それから壁がガラス張りのエレベーターってありますよね。あれ外見れないんすけど、そもそも景色とかいいから、私は高いところがセーフという精神が欲しいです。分けてください。一回上がれるようになるたびにうまい棒一本差し上げます。今バーノンが私だったら多分泣いて勘弁してくださいって土下座してますね。それでは次の挑戦者はゆっくり買うぞ。いや、ほんとこんなの苦手なんですよ。またそんなこと言わずにやってもらわないと困るんですよ。ほんとほんと、だって起きたら危ないじゃないですか。大丈夫、タックが何人か怪我した程度だから。もういいよ、やめる、こんな仕事やってられっかってね。よし、無事に到着しました。次は最終ミッションです。このミッションはノーダメージでクリアするのはかなり難しいです。地味な攻撃が何度も来るので、クリア自体は大したレベルでなくともノーダメージはきついです。ぶっちゃけんと、このバーノンは12人目です。まあ気にせず見てくださいな。それからナンバーゼロは自走しようかなと思いましたが、8人目のバーノンで折れました。すみません。でもスカッとしたい時はこっちの方がいいかもね。なのでガンガン使ってさっさとクリアしたいと思います。それではここでちょっとした小技を見せたいと思います。まずバトルボットをぐるぐるの仕事に向かわせバリアで追います。そしてヘルショック、バリア、バーノンというように一直線に並びます。するとこうなります。ちょっと一休みして、じゃあバーノンさん、これはそれはダメー。うん、ひどすぎる。はい、ご覧のように動けなくなります。あとはお好きなように昇天するまで攻撃してください。ここは面倒なので東大院さんに手伝ってもらいましょう。プログラム発動。最近挑戦するの早いな。次が最後の広場ですね。ここもホーダインとナンバーゼロの最強コンビで終わらせます。オーライよ、下列炸裂、超強烈、独断と偏見で目標確認、直ちに処理する。あと一発ですね。はい、終わった。ということで惑星クロノスのメインミッションはクリアです。バーノン、グッジョブ。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。どうも、パート3プラスアルファ編ということで、惑星クロノスのドレッドチャレンジをします。それでは早速初めてのホバーシップミッションを始めましょう。このミッションは5つある砲台を全て破壊することができればクリアです。私は今まで見てもらってわかるように、乗り物が絶望的に下手で、ノーダメージクリアができませんでした。さあ、この砲台の攻撃と敵ロボットの銃撃を、どうしても受けてしまいます。何かいい方法はないですか？あったら教えてほしいです。でももう遅いけどね、ははは。クソだ、どうしてもここで食らってしまう。敵ロボットの攻撃も四方八方から飛んでくるので避けきれません。避けきれない。難しいよこれ。ふざけんな。あ、
でもラチェクラスリーのガトリング砲台よりかはマシだと思います。私は少しスリーもやったことがあるのですが、ホームベースにあるガトリング砲台ってかなり強くない？砲台の周りにはバリアがあって近づかないと攻撃ができないんですよね。でもバリアが溶けるイコール銃撃の嵐、しかもかなり強い。あれは厄介でした。対戦ではどうしても片方を突破させて、その隙に遠くから攻撃という方法を取らざるを得なく、欲を取りとして突っ立っていたものでした。それから少し経ったらバリアは溶けるが気づかれないというギリギリのラインを見つけることができました。最初はこれはすげーと思ってましたが、攻撃をした途端蜂の巣になっていました。でもあれは楽しかったです。ミサイルを撃ってくる砲台がまだありますが、面倒なので全部は壊しません。目的の砲台だけを倒すことが優先です。でも今思ったけど、やろうと思えばノーダメージクリアっていけましたね。もう一回取り直しとくべきだったかな。まあいいね、そんなこと。じゃあ無傷のバーノンさん、ここからはお願いします。このミッションはとりあえずハッキングをしながら敵を倒すという感じです。一番の方法はやっぱり入り口をシールドで塞ぎ、砲台にあとは任せるというのでしょうか。私の仕事は逃げることとハッキングのコマンドを送るだけです。簡単ですね。タンポポのお仕事より楽しいと思います。皆さん、この仕事やりませんか？ただ砲台を巻いて右コマンドを打つだけですよ。あ、でもこの仕事って保険に入れなさそうですね。まあ大丈夫、死んでも代わりはいくらでもいるので心配ないです。時給はうまい棒を連続支給で、タンポポ職人大歓迎、お待ちしております。もし勝ち残れたらトレーニングマシーンを買うといいんじゃないですかね。ここでシールドが時間切れですか。それではタンポポ置きの手本を見せましょう。いいですか、このようにポツポツと置きます。一周できれば OK です。そういえば他のウプ主さんが全自動でタンポポを置いていくマシンを作っていましたが、あれには驚きと感動、そして何か微笑ましい感情を抱きました。あんな天才がいるとは、さすがニコニコ動画ですね。普通に生活していたらあんな素晴らしいマシンなど見ることはなかったはずです。ぜひうちで雇いたいものです。給料は弾んで、うまい棒から宮古昆布にしておきます。うん、いらないね。それくらいは知ってるよ。宮古昆布じゃなくガリガリ君ですよね。そこはわかります。それではゆっくり実況果てなにふさわしく一切実況をしないまま最終ミッションを迎えました。最後くらいは実況をしながら締めましょうかね。このミッションは見ての通り6ラウンドあります。基本的にどのラウンドも目的が出てきて邪魔をします。しかし後半になると至るところから湧いてくるのでとても面倒です。この状況を華麗に切り抜けるガラメかといえばそう、ボーダインでしょう。こんだけ巻いておけば多少の敵は地面に着地する前に倒します。あとは流れ弾に当たらないようにぐるぐる回っておけば大丈夫。それにしてもボーダインすごいですね。こちらが攻撃する必要が全くないです。楽ちん楽ちん。うん、やっぱり実況になってないね。まあ優しい視聴者なら許してくれるよね。きっとオクトヒロトプター、輸送シップは砲台だけでは倒す前に敵が出てきてしまうので、こちらが手伝う必要があります。うお、気づくのが遅かったら食らってましたね。はっきり言ってこのレーザーが一番嫌いです。なかなか壊れない上に攻撃が正確、具体的です。さすがにこのラウンドになると EX キューショナーなどなかなかの敵が出てきます。
輸送シップもどんどん出てくるので、マップで気づいたらすぐ攻撃して、少しでも負担を減らしましょう。こいつらが最後ですね。6ラウンド終了しました。ミッションクリアです。これで、惑星クロノスのミッションはすべてクリアしました。次回はバトルドームに、新しい戦闘服をもらいに行きます。今回は、アルファ編ということで2つに分けました。こちらまで見てくださり感謝だぜ。それではご視聴ありがとうございました。すみません。こちらでタンポポの求人があると聞いてきたのですが。ようこそ。では奥のシップに乗ってください。はい、わかりました。右のシップですね。これでやっと、ニートから脱出できる。俺の仕事待ってろ。ということでラケット&タンポポ、はぁ始まーるよー。今回は職人には欠かせない、新しい制服をもらいに行くよ。いつものように序盤は簡単なのでサックサックと行きましょう。一応言っておくと、このミッションではボスはおらずただ進めれば OK です。特に手こずることはないのでまたいつものようにお話ししましょう。そうしましょう。ハロー。マイネームイズ、ゆっくりレイム。アイライクマニー。リコーズ、マニーズベリーユースボー。アイオンズバイアロットオブゲーム。アンド PC、アンド TV。どう？結構英語もいけるでしょ。英語の自己紹介って、言いたい単語とか知らないから、どうしてもこんなひどい内容になってしまうよね。私は、外国の先生にこの自己紹介をしたら一言、おー、って驚きとして笑われました。よかったんだよね。こんな内容で、とは言ってもこれが現実。実際マネー欲しいしね。皆さんは英語ってどう？得意？それとも日本人であることを貫き通してる？私は、英語自体は嫌いではないのですが、単語を覚えるのが嫌いなため、あまりよくありません。でも、英語をペラペラ喋っているところを見ると、かっけえ、って思います。二つ目のステージに入りましたね。でもさっきと一緒で、簡単なのでさらっと流しましょう。流すといえば、皆さん、そうめん流しってしたことあります？まあ、流しそうめんっていう人もいますが、私は、そうめん流しでいきますね。鹿児島の方では、直径1メートルぐらいのドーナツ型をしたものに、そうめんを入れてぐるぐる回すそうですが、それではなく、竹を割ったものにそうめんを流すタイプです。別にしたいわけではないのですが、ジャパニーズとして一回はやってみたいですね。風流ですね。涼しげですね。食べたいですね。そうですね。かつてここで起きた間抜けがいたっけ。どんだけ下手なんだよ。ははははは。いやー、それにしても簡単簡単。まったく張り合いのねえ奴らだ。このまま、倒しちゃっていいのかい。前回みたいに、ノーダメージでハイ無理でした。さすがゆっくり実況。順調さをアピールするとフラグとなる。ところで、死亡フラグって美味しいよね。どんぶりで3倍はいけます。皆さんもお一ついかが？今ならうまい棒死亡フラグ味を10名に差し上げます。応募方法は番組の最後に発表し、発想を持って当選とします。くるってご応募くださいってなわけねえだろ。いいのりツッコミ入りました。のりツッコミも美味しいよね。私は、いつものり弁かのりツッコミかで迷います。パリパリとしたのりもいいけど、キリッとキレのいいのりも最高だよね。何の話だ、と思っていたら言っていけませんよ。このゆっくりの世界では、スルースキルも大切なのです。なんかすごい話をしていた気がする。調子に乗りすぎて結構食らいました。次は本当に死亡フラグ言っとくか？いや待て、そんなことして何になる？苦労するのはこっちじゃないか。冷静になれ。あと何秒かで終われるんだ。そうだ、今日で俺は家に帰れるんだ。待ちに待った、一時刻の日じゃないか。そうだ、そうだ、もうひと踏ん張りしよう。娘は元気に育っているかな？あ、嫁と娘のためにバラの花を買っていこう。きっと喜ぶぞ。
ははは、は、喜んでいる顔が目に見える。体の力もなんか抜けてきた。あと少しで楽になれそうだ。待ってろよー。今帰る。ということでクリアです。え？さっきのフラグはどうしたかって？死亡フラグ？何それ？美味しいの？どんぶり3倍くらいいけるのか？はいはい。それじゃあ、タワーに登りましょうかね。タワーか。え、タワーを思い出してしまった。手から汗が。いかんいかん。忘れろー。よし、気合だー。行くぞー。できるできるやればできるとこで諦めるな。君ならやれる。やってみろ。気合で乗り越えろ。自分を信じるんだ。信じ抜くんだ。そこで諦めるな。全部やれる気持ちの問題。ふぅ、少し元気が出ました。不安になったり自信をなくした時はあの方の言葉を唱えましょう。できるはずです。気持ちの問題です。でも熱いのが苦手な方、心臓の弱い方はご注意ください。最初から食らいすぎですね。例の言葉で集中力が切れたか。慎重に行きましょう。そーっと、そーっと、そーっと。チームロンバックスは諦めません。うん、レーダー右端に赤い点がありますね。下か？どこだ？いたいた。ちょっと気になったもんで。じゃあ、先に進みましょうかね。この床は一回乗ると落ちてしまいます。奥の床とのタイミングを測っていきましょう。落ちると結構体力が減るので落ちないように気をつけてください。そこが頂上のようで、いてぇー。いきなりビームが飛んできた。しかも結構行きました。まあ焦るほどではないがな。1ラウンドということなので大丈夫大丈夫。私が負けるはずがない。うん、誰か見てフラグオップとか言ってないよね。パワータワーの頂上にたどり着いた。大丈夫だったでしょ。見てフラグ、何それ。おいしかっこあるわい。ということでミッションシリーズクリア。新しい惑星に進めるようになりました。そして新しいタンポポ工場の制服を手に入れました。それじゃあおまけのチャレンジに行きましょう。おお、ノーダメージチャレンジですか。そんなこと要求されずともできる。余裕ですね。ビビっているわけじゃないけど、とりあえずシールドで壁を作っておきましょうかね。あと魔法台にも、もちろん怠慢でも余裕ですがね。はははは。うん、このパターンのステージっていつも思うけど、見ているだけですよねー。普通にやっている時はもっとひどいので、今回は働いている方です。新しい制服をもらい、より働いています。まさむちゃんここに命をかけています。最終ラウンド来た。ラストスパートかけますか。はい、終わりました。さてさて次はオムレンチ縛りですか。いいでしょう。かかってきなさい。
今回はガガガ銀河のバットボスに私を舐めているのかね。こんなチビどもじゃ何年経っても私を倒すことはできないよ。いや別に逃げているわけじゃないのよ。チビたちの死に場所を探してあげているんです。優しいでしょ。それにしても数が多くなってきた。ちょっと危ない場面もありますね。君たちは何も学んじゃいないな。数が多ければいいというのかね。そんなのは私に通用しない。身をもって嫌なんでもないです。ごめんなさい。おお、恐れをなしたかチビども。そうだ、数では私を倒せない。数で勝負はやめよう。やべえ、弾き乗ってる奴がいる。こっちは丸腰でエース。善良な市民です。やめてください。と見せかけての攻撃に、吹っ飛べ。ふふふ、愚か者ね。言葉でわからないならどうする。体で教えるしかねえよな。あれ、言ってる。消し飛べ。こいつら地味に強いな。くそ、うお、避けただと。こいつらは戦いながらレベルを上げているというのか。でも、半分のラウンドを過ぎて、体力がまだ残っているから、まあ今回も大丈夫でしょう。大体、トターンも掴んできたしね。まったく、いつになったら君たちは学ぶんだ。同じパターンは通用せんぞ。ロンバックスの猛攻撃はすごい。僕らの放送席が射程距離の外で本当に良かった。ファニータ、うわー、なで落ちたし、体力もそろそろ。いや、待て、この私が負けるわけがない。そうだ、次に負けるはずがない。いや、ちょっと待って。まだ6ラウンドですか。この攻撃やばい。終わった寸前じゃないか。すみません。話し合いませんか。そんなに寄ってこないで、お話ししましょう。落ち着いて落ち着いて。めっちゃ狙われてるんですけど。そんな恨まれる筋合いはないぞ。荒手持った。どうしよう、左が塞がれる。うわぁ、完全に終わった状態だ。一か八かなのチェックを取りに。完全に舐めてたよ。こいつらやばい。ガチで行くよ。うわ、ミスった。これは痛い。でも、落ち着いていつも通りに。私も、学習した。この端っこにいれば後ろから襲われることはない。いける。3ラウンド目です。え？もう体力がやばいって？ははは、君は今まで何を見てきたんだ。いけるに決まっているじゃないか。まあ、見てなさい。うん、さすがにこれは厳しいね。メモリがほぼ見えない。情けないね。ああ。ちょっと。疲れていたようです。気を取り直して今度こそ行きましょう。よくよく考えてみるとこんな相手に負けるのがおかしい。今までのはきっと夢だろう。そうだよね、夢落ちってやつだよね。なら大丈夫、これはいける。この5ラウンド目をいかに乗り切るかで明暗が分かれます。まだ体力は半分ある。よし、とうとうここまで来たぞ。体力的にヤバいが、あと少しなんだ。クリアさせろ。はい、すみません、出直してきます。あーあー、クソだー。死亡を重ねること17回。これは死亡の連続と成功までの過程を記録したものであり、
そしてついにその時が、明らかにレベルを上げているタンポポ職人、そして職人の行手を阻む者たち、投げられるコントローラー、気づくかのようザブトンに投げた。しかし諦めることはなかった。そう、全てはクリアのため、クリアするためだった。はい、神曲の無駄遣いですね。このラウンドまではなんとか来れるようになりました。ここからいかに敵をかわしながら攻撃をするかにかかっています。このチビとロボットの組み合わせでどんだけ苦しんだことか。なので厄介なロボットを先に吹っ飛ばしておこうと思います。あとはいつものように炭で戦い抜きます。基本形はこれで大丈夫だと思うので、どれだけ体力を温存できるかがキーポイントとなりますね。今のところはまあまあという感じです。これも先に壊しておいた方がいいですね。使い方によっては、雑魚をこのレーザーで攻撃させるという方法もありますが、邪魔になることの方が多いので消しておきましょう。今いいところで体力が上がりました。これはかなり助かった。これだけいいことがあってダメだったら死にそうです。このロボットがうざいですね。こら逃げるな。ああ、くそ。もう少し端に追い込んで。来た、やっとここまで来たか。このチビどもではなるべくダメージを受けたくないですね。体力を見ると、微妙なところ、いつ死んでもおかしくない。もう少し耐えることができるか。最後に体分で来られたらおだぶつだな。よしよし、少し回復できた。やばい、緊張してきた。ここまで来て死ぬことは許されないぞ。落ち着け、持ち着け、わっしょいわっしょい。もうチーズー、ぺったんぺったんぺったんこう、そらぺったんこう。もうチーズー、ぺって何歌ってんだ。全然落ち着いてないじゃないか。ちょ、たんま。手の汗がやばかった。緊張感ブレーカーですね。謹慎ですね。てか、これいけるんじゃね？すごくいい感じ。それでもっと、ハイテンションになる BGM で盛り上げましょう。スイッチオン。うん、盛り上がらないことは逆も点も承知です。さっき途中で切ったら2番を聞きたくなったんです。まあ、締めくくりにちょうどいいね。このままにしておこう。何も悪いことじゃない。盛り上がっているところ悪いが、それじゃあ今回はここまで。次回は惑星ジャールからお伝えします。ご視聴ありがとうございました。おはようの人はおはよう、こんばんはの人はこんばんは。今回は新しい服装で惑星シャールへと向かいます。それでは早速行きましょう。今回は少し長くなったので前半と後半に分けました。前半はメインミッション、後半にドレッドチャレンジをお送りします。たまには実況を聞いてあげますか。こいつはいつも私とかぶってくるので編集がめんどくさい。まあこっちが無理やりぶっかぶせますけどね。はい、頑張ります。ラチェットはメテオテンプルの入り口を目指して進むことになります。ただし今シーズンのドレッドゾーンではメテオテンプルから生きて戻った参加者は一人もいません。とっても厳しそうですね。逆に見たら羨ましい限りです。でも不意に聞いたら不愉快ですね。さて始まりました。フィールドは今風が吹きずさび、雪が降り積もる絶好の海水浴日和です。そうですね、海水浴したらいいかもですね。ついでにかき氷もできそうです。おやっさん、ブルーハワイストップ。いやー、かき氷はブルーハワイに限りますな。そういえば、なぜブルーハワイなんですかね。海のイメージですかね。
味としては、そうだかな？まあ、うまけりゃなんでもいいけどね。ああ、頭がキーンってするー。ちょっと勝手に見ててくれ。氷振っておくから。ああ、霊夢だけずるいぜ。私にもちょうだい。いくむし、私にもメロン味買ってこい。わかりましたよ。ほら、メロン味。ありがとうだぜ。レイム、あっちで食っとこうぜ。そうだね。じゃあ、あとは任せた。ビームロンバックスが次のエリアへ進むためには、バリアーのパワーを切らなければなりません。マジで言ったし、この後どうすれば。皆さん、セカンドステージです。しばらく二人が帰ってくるまで、ゆっくりしていってね。多分、私の声は聞きづらいと思うので、この声でお送りいたします。こんにちは。ソフトオクで特集を担当しているものです。めったに登場することはないので存分に喋りたいと思います。いいよね？はい、いいそうです。どうやら、ラウンドストーカーを利用したミッションのようですね。見た限りこの広場には70ミリストーカー砲台が5つ、ガトリング砲台が11あるようですね。こちらの対処法としては、ラウンドストーカーで1体ずつ確実に仕留めていくことですね。一度に仕掛けるとこちらの EMP が追いつかず不利になります。そうですよね、ウプ主さん。あ、はい。そうですね。それがいいと思います。おお、いい感じです。言ったように確実に1体ずつ倒してますね。この調子で残りを倒しながらシャフトを回すといいのではないでしょうか。ただ、もう少しダメージを受けずに倒してほしいところですね。その辺はどうですか？まあ、そうですね。ダメージを受けないに越したことはないですからね。はい。ありがとうございます。さて、ここから近い距離に3つのストーカー砲台があります。おっと、ここでガトリング砲台と、右側の砲台に気づかれてしまいました。ちょっと、これは危険信号ですね。ああ、さらに2つ目からの攻撃。これは一旦引くべきですね。サイドステップで敵の弾を避けるっすよ。やばい、ラウンドストーカーをお釈迦にしてしまったぞ。どうする？そんなすっぽんぽんじゃやばいのではないでしょうか。勇敢にも行きますね。バトルボットここで倒れました。これはまずい。ビームで狙われてるぞ。おう、戦いますか。あわわわ。残念、集中砲火を浴びてダウン。チャレンジ失敗です。さあ、気を取り直して2回目の挑戦です。1つ目のシャフトは回したことになっているので、先ほどの続きからとなります。おお、攻めますね。これは大丈夫ですかね。どうですか？はい、先ほどと同じように3台同時の集中砲火ですね。このままではさっきのよ。おっと、ここで1つ目のストーカー砲台を撃破しました。一旦引いて、ガトリング砲台から攻めるようです。はい、どうぞ。はい、いい調子だと思います。ただ、この2つの砲台をどう乗り切るかが決め手ですね。そうですね。うまい具合に、片方を黙らせることができましたね。おお、やりました。あと一つを残すのに。しかし、こちらの体力も限界か。どうする？ここで EMP 成功。と同時に壊れてしまった。ここまで来たら、メガロケットでいけます。これでこの広場すべてのストーカー砲台を撃破。あとはシャフトを回すことができれば上のバリアが解けます。ただし、シャフトの周りもガードが硬いですね。そうですね。ここでナンバーマッチングですか？なかなか手こずっているようですね。そのようですね。本来ならラウンドストーカーで攻める場所ですから、生身では手こずるでし。来ました。バリアを解いたぞ。これで上の階に上がることができます。やはりゲートの前には EX キューショナーですか。どうやらメガロケットで切り抜けるようですね。ここからの進み方はどうでしょう。そうですね。この広場はさらに敵が強くなりますからね。やはり、ラウンドストーカーを失ったのは痛いですかね。そうですね。ガトリング砲台がシャットを囲んでいるようです。うまい具合にシールドで防いでいますね。うわぁ、エビアローが2匹も来ましたか。EX キューショナーとエビちゃんのコンビはやばい。
シールドがなければ瞬殺の恐れもあります。一刻も早く敵を倒さなければバトルボットがシャフトを回せなくなります。やはりバトルボットには耐えられなかったようです。うまい具合に敵を制圧しました。バトルボットもシャフト回しにかかりました。最後のシャフトを無事に回せるでしょうかね。体力的には問題はないですが、敵がかなり強いため、どうですかね。これしかも慎重に行ってもらいたいところです。あっと、こういうところでのダメージはなくしたいですね。どうやら先ほどとほぼ同じ編成で登場してますね。こちらもナンバーナッシングで一層ということでしょうか。ああ、これはまずい。ガトリング砲台の集中砲火だ。体力的に非常に厳しい場面です。こちらもなんとか抵抗していますね。おわ、後ろからとは。不注意ですね。さすがに簡単には倒しませんね。しかし、残すは一つですし、ラウンドストーカーもあるのでまず大丈夫でしょう。特殊音声さん、そういう言葉はこの世界で、クラブ、と言われ大変恐れられているんです。あんに当時もいいことは言わないでください。皆さん合体してしまうので。そうなのか。すみません。そこに置いてあるクラブは処分してください。まずは邪魔な敵を処分していく、という作戦のようですね。端から攻めていってます。しかし、すでにかなりのダメージを受けている模様。さてここからが本題です。まずは4つのガトリング砲台を壊すのが先決ですね。壊れる寸前なのでうまくやってもらいたいところ。さてどうか。大暴れのロンバックスには子供を近づけたくないですね。お、結構いい感じじゃないですか。なかなかのステップを見せた。しかし、その先にも敵が待ち受けています。ここはバトルボットに任せて、エリさんに集中した方がいいですね。頑張れ。おお、やりました。それでは、実況、特殊音声さん、解説はオープン主でお送りしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんともうまい具合に隠されています。ドレッドゾーンは歴史の商人に文化的な意味合いを持っています。ちょうど3つ目のミッションだね。じゃあもういいよ、私が後はやるから。はいはい、皆さんをまた。このミッションは何個かあるシャフトを全部回すとクリアとなります。知ってるよね。あ、そうそう、ブルーハワイについてかき氷を食べながらググっておいたよ。どうやら同盟のカクテルが元らしいね。それを真似てシロップで作ったものをブルーハワイというようになったんだそうです。それにしてもホワホワのかき氷って最高ですね。バリバリしたのが好きかな。私はホワホワしたのが好きです。まあそんなのでっていうって言われますかね。おう、金があったね。どうでもいいけど、個人的にイチゴシロップに練乳が次に好きです。かき氷ってかき、ご、お、り、なんだね、ちょっと間違って、ご、り、って何とか言っていた。みんなはもちろん気づいていたよね。まさかこの、武藤の違いに気づかないわけないよね。じゃあ、もう一回聞き比べてみる？はっきりするよ。最初は、お、からで次に、う、で言ってみるよ。いい？かき氷。OK、じゃあ次。かき氷。ねえ、わかったでしょ。今度は交互に。かき氷、かき氷、かき氷、かき氷。どう？だいぶ違うでしょ。皆さん正しくは、この方が正しいのでご注意を。と前を見ると、ストーカー砲台がやばいね。動けないよ。よし、EMP 行った。ゆっくり死にやがれ。まったくおめえにも、かき氷の美味しさを教えてやりたいぜ。もう一つあるね。くだらないこと言ってるから後ろが隙だらけだ。体力やばいね。多分お渡し機状態の。犬を歩けば棒に当たるとは、よく言ったものですね。我々は何に当たっても、砕いて進むのみである。氷を砕くのですかね。
今回のミッションスペシャクトの周り、警備課隊ね。ガトリングかレーザーが必ずいる。自宅も私という自宅系ややめておこう。回し終わるとエビちゃんが降ってきます。ほら来た。僕がきついから補給しておくよ。ついでにお金もね。エビちゃんが外でお祭り騒ぎですね。私も行った方がいいかな。どこだ、どこにいるエビちゃん。上か。情熱がほとばしってるね。こっちも負けてられないね。持ってかれたね。そんじゃ、私もバカじゃないんですよ。シールド貼っときゃいいじゃん。ねえ、そしたらあとは簡単簡単。よし、バトルボット行け。私が援護する。イエーイ、抹殺完了。早く回して。はい、クーリアー。もうチープーぺったんこー、そらぺったんこー。もうチープーぺったんこー、そらぺったんこー。ここが最後ですね。ちゃっちゃと終わらせようか。そういえば私がいない間、やたらと真面目に実況してなかった。あの人やりますね。わお、アナウンサーとして感銘を受けました。同感です。私も感銘を受けましたよ。はーい、終わりー。メインミッションはクリアです。ちょっと手こずりましたかね。それじゃ、前半はここまで。後半に続く。ご視聴ありがとうございました。おはようからお休みまででおなじみのゆっくりです。今回、は惑星オークソンの鉱山シリーズをやるよ。それじゃあ今回も、ゆっくり見ていってね。ブラーグのふるさと惑星オークションはラリタニウム鉱山の星として一部に知られていましたが、今やドレッドゾーンの舞台として全銀河中で有名になっています。参加者は破壊に次ぐ破壊によってラリタニウム鉱山の過酷な環境を生き延びなければなりません。おっと、じゃあ行きましょうか。最初はどちらか選べるのですが、あまりにはありません。とりあえず今回は右で行っておきます。さあ行きましょう。本はシールドを開けると敵が湧いてくるようになっていて、このような空間をいくつか抜けるとクリアとなっています。簡単だね。テレビゲームドレッドゾーンミニ絶賛発売中。わわわわわ、ストーカー砲台か。ちょっと隠れよう。ついでに弾薬補給もね。おお、激しい。よし、バトルボットを狙え。あ、気づかれたか。これどうするか。よし、まだ。ああ、壊れた。やべえ。で倒したー。
結構食らっちまったな。危なかったね。やったべ。ラジェットの弱点を教えましょう。乗ってる時にお世辞を言うと調子づいて必ず失敗します。あとちょっとです。見たお前か。うわー、やべー、早い MP のタンか。君の横で、捕まったりされて。はいはい、言われるかな。神明、よし次行きましょう。どうやら手に、渡りごっこのテンションが高いですね。何かあるのかな？出題が終わったとか。一緒に行きましょうか。これは、すべてのシャフトを回すとクリアです。定番ですね。この調子ならラチェットはコマーシャルに引っ張りだこだろうね、ファニータ。まあ、やつが宣伝する商品、僕は絶対買わないだろうけどね。さて、サブベースナンバー2をゲットです。首に奪われていたいからだよ。往復開けるとかっく言われて、その度にイライラするんですよ。じゃあ、また割れた。あんこいや、血が出てきた。鉄の味まずい。どうせ、ネタ切れとかいうやつだろ。それに、鉄の味じゃなくて、小豆の味。はははは、は何を言ってるのかね。ちょっと向こうにチーズケーキ置いておいたよ。食べたら？マジで？やっぱおい。そういうわけで、ちぎるパックリのため、あまり騒げません。ごめんね、ごめんね。ついに4番目のサブベースをゲット。わお、激アツだ。うおっと、激アツですね。気がうまく開かない。さあ、残すところあと2つとなりました。とても緊張ですね。おいおい、ゆっくりケーキぐらい食わせろよ。ひどいなセリフ。ちなみにさっきのは、順調です。って言ったんだろ？あれ？カフェって言ってたの？そうだよ、さすがだね。何が、カフェって言ってた。だよ、カフェに行ってたみたいじゃないか。確かにケーキ食ってたけど。それより、今回はもう私に任せるんだぜ。たまにはこのセリフを言うか。レイム、ゆっくりしていってね。ほら、休んでいいんだぜ。マリファー、ありがとう。そいで、お言葉に甘えて奥の部屋でゆっくりしてみる。イエーイ、
久々の休みだぜー。ん、なんか調子良かったな。まあ、いっか。じゃあ、久々どころか主役になるのは初めてか。嬉しいぜ。じゃあ、行きましょう。これで、ゲットしたサブベースは5つ。お、残すところあと2つとなりました。それにしても敵が必死だな、ワロタ。とともにミッションクリアだ。ティームロンバックスはえらいことをしでかした。毒ガス燃料の噴出だ。これは大惨事になりそうだぞ。観客が毒ガス燃料にさらされる中、ティームロンバックスはラリタニウム生成施設での次のミッションに挑戦しなければなりません。ラジェット、工場に入ってバリアをなくすっす。そうすれば逆サイドに行けるっすよ。ショータイム。今回本当によく喋るな。口を挟む隙がないぜ。なんか話を聞いたところ、このミッションは毒ガスをなんとかするみたいなことだったな。ははは、鉄砲とかを持ったやつは何なんだぜ。こんなせっかくにまとめてるのに。まあ、いずれわかる時が来るとかいうやつだな。はははは、はあ。月明かりに照らされた悪魔を見たことがありませんか？そう、このファンタスティックな残酷さはまさにそれだ。もう、こいつ何のことを言っているんだよ。月明かりに照らされた悪魔？わけわかんない。セーラームーンのことかな？おいおい、いろいろと確認としておけよ。寂しいだろ。まるで私が滑ったみたいになっているじゃないか。ランチェって、ゾーンの空中観覧席に毒ガスが上がっていこうとしています。ファンの呼吸を守るため、チームロンバックスよ、急げ。シップをつないでいるのはラリタニウムのアンカーでありますが、ならばラントストーカーのモーターランチャーでなければ壊せないのであります。やりました、シップを一気に解放しましたが、残りはどうでしょうね。そういえば夏休みって、気候によって長さが違うんですよね。一般的には9月1日が、非常識となっているけど、北の方ではいつまでが夏休みなんですか？教えてくれたら嬉しいぜ。やっぱり、北海道は早いんですかね。1週間ぐらい？そんなもんかな？これは私の経験ですが、夏休みって、無駄に過ぎていく日が多くない？気づいたら、笑っていい友が始まり、気づいたら、夜になり、気づいたら、眠くなり、そして朝になる、こんな日がありませんでしたか？私は結構ありましたね。でも、暇な時に限って焦りを覚えるから、大変です。夏休み最後の一週間とか、やばいくね。こういう山ごと人はよく言ったもんだけ、焦りしか感じない。今夜のティームロンバックスは珍しい編成ですね。パッパカパーン、フィニッシュ。
この小さなフサフサ野郎がオークソンのミッションシリーズをクリアした。ラジェット、チタニウムトーナメントの参加資格が手に入ったっすよ。そういうことです。そんじゃドレッドチャレンジでもしてみますか。皆さん、今回は特別な趣向を用意しました。アサルトモードです。参加者はバトルコースに置かれた武器柄メカのみを使ってコースにチャレンジします。グッドラック。ラジェットはほぼ半分までやってきました。本当に計画ぶち壊しではなく予想外のサプライズです。皆さん、この時代があって面白いね。少年には弱いけど勝手にやってくれるバラメカ、トップ3に入ってない。あんまり使わないけどね。へへへ。ほらほら、何事あったりてるの。ツッコまんかい。使わんのかよ。ツッコまんかい。さて、フラグシューティングの時間です。スピードと正確さの両方を試されるチャレンジです。くだらんことしてたらもう最後だね。あと3分だよ。頑張ってみなさい。ね、別に面白いところなんてないんだからね。おいおい、来たよ。ぶっこみタイム。ノリ悪いな。じゃあ、もう一回チャンスをあげるよ。で、別に面白いところなんてないんだからね。で、ないんかーい。はい、どうも、ぶっこんでくれた方、おわりですと。心が現れますね。今から説明するのもなんだけど、今このラウンドストーカーは自動で動いています。私は攻撃だけしかできないんだぜ。もし、なんで避けないんだよ、とか思っていた人がいたらごめんなさい。そんな理由です。はいはい、臨時でやりました。ぶっこみ練習動画になりかけたぜ。じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。